市川、卒業式で在校生代表の掃除を読んでくれないか。は、嫌です。掃除いいじゃん、一優等生だし、学年末テスト2位だし。やんなよ。市川が掃除受ける。正式な人が決まるまでリハだけならやってもいいですけど。掃除在校生代表、はい、市川京太郎。本日卒業式を迎えられた皆さん、ご卒業。聞こえん。ずいぶん音が小さかったようだが。まあちょっと音声トラブルがあったようで。パツ、はい、溝落ちを意識して。溝落ちはもっと上だ。なんで言わなかったの。私がもし学年2位だったら周りにめっちゃ言っちゃう。よし、付き合ってください、私と。やっぱ俺すげえ好きな人いて。山田さん。うん、山田の顔を見たくない。あいつもあいつで本気なんだ。掃除、胸を張れる自分を見せるんだ。とは言ったものの、在校生を代表し、心よりいつの間に人の目が怖くなったんだろう。ふん、区民どもがゴミのようだな。それより床屋、何書いてるの。美容師との会話のフローチャートだ。一緒に行ってあげようか。それだけはいい。一目で陰キャだと見極められたのか。特に無言のまま無事終わり。やっぱりおしゃれ美容院はすごい。泣くな。なんで。ん、ワックスつけてる。ワックス。ああちょっと待ってて。こんなもんか。セリニャ、美容師になりたいんだって。てか髪質無駄にいいな。これなら勝ち込みか。これで舐められないだろ。なんだか半年前では考えられない光景。林子どうした。もう終わりなんだなって。ん、クラス替えでしょ。まあ不良グループは離されるって言うしな。離れちゃうかもしれないね。大丈夫だ。信じるくらいいいだろ。てかいつも通りやんけ。あとは原稿を忘れずに持って。大丈夫大丈夫、落ち着け。お姉ちゃんが一瞬で届けてあげるから。先生に言って辞退するか、覚えている冒頭だけで終わるか、それともやる。掃除、市川大丈夫。じゃん。間に合え間に合え。どうしたんすか。あ、シエル君、第十二中学校って知ってたりする。ついてきてください。どう考えても無理だ。原稿なしに挨拶するなんて。忘れるなよ、お前のことを一番信用しているのは誰だ。大丈夫大丈夫大丈夫だ。俺だぞ。卒業生の皆さん、本日はご卒業おめでとうございます。聞こえる。先輩方はこれからかけがえのない存在と別れ、未来へと歩き出します。でも逃げ出さない。それは友であり恩師であり、この学び屋で得た経験であります。自分を好きになって、全ての出会いが。愚民どもがゴミのようでしたよ。気分どう。え、あ、もう大丈夫だから。お、在校生代表くんも掃除すっげーよかった。ちょっといい。もうちょっと寝とく。高校行ってもサッカー続けるんですか。え、嬉しいな、そんなよく見てくれてたとは。続けたってプロになれるわけじゃないし、遊んでる方が楽しいし。
俺とは違ってかっこいい。山田さんが頑張っていると俺も嬉しいし好きだ。第二ボタン受け取ってほしい。私好きな人がいるんです。手が塞がって受け取れないんです。僕が好きなんだ。春休み入ったら連絡するよ。前に在校生代表君に聞いたら。な、何を。嘘です。引っかからないか。おいおい、せっかく二人きりに。え？ If you leave me in dark side of your mind, how can you tell me that you love me at the night? If you leave me in dark side of your mind, of your mind, of your mind. 腕も治ったから塾と山田が早退する日以外は歩こうかと思って。私といつも一緒にいてくれる。そうなってるだろ実質。あ、そうだ。え、ちょっと持ってて。テスト52点、卒業式式次第。もうすぐ終わっちゃうから今日行かなきゃって。恋愛映画か。放課後どっか行く用のリボン萌子にもらったんだ。山田のカーディガン、大人っぽく見える。なんだそれ。ここにあったんだ。市川にあげる。違うよな、そういう意味じゃ。一緒に見てもいいとか。もちろん。ごめん。何が。だってなんか言わせちゃって。好きだ。付き合いたい。気をつけろ、罠があるぞ。我ながら厄介な胸の内。開けた方がいいよ。こんなのもうあれだ、高校生だ。飛び級してしまった。お、あそこ食べていこうか。すみません。はい、いらっしゃ。放課後デートか。ここでバイトしてるんですね。ふひ、まあ。もし私がこの先アラブの石油王にそれでも手に入らないものがある、制服放課後デートである。大人になっても制服デートありだと思います。なんか怒られてる。あれでも始めた頃は家で毎日練習してたし。くらえ、くらってもくらい尽くせぬメスであれ。はい。たく。ああ、ごめん。はっ。分かっているなら一口で行くな。来週の日曜撮影があるんだ、雑誌の。や、山田の仕事を。行けたら行く。興味はある。あるけど。やった。待って、まず中を冷ました方がいい。やって。あ、すいません。あ、いいよ。あ、お題？やめてよ、いらんいらん。いいんすか。我はポップコーンマン。あ、どうも。女の子とサシで遊びに行くことをデートというなら、これもデートか。席交換して。なんで。そういや、山田が出る映画、一応原作小説読んだ。原作には山田の役ないんだな。そうなんだ。山田の仕事に触れると何とも形容しがたい気持ちに襲われる。今日遅くなるってお母さんに言っとこうか。たまれ。ダサいよね、ビビっちゃって。それは序盤で死ぬ。素人とは一目瞭然の差がある。起きて。寝てない。キス
山田はやっぱり自分とは違う景色を見てる。あ、ごめん。何が？市川はあんまり好きそうじゃないかなって。僕の知らない景色を語る山田は美しいんだ。山田のこともっと知りたい。おいおい、変じゃない？服。うん、いけてる。今日は山田の仕事見学。差し入れってよく聞くけど。なんか今日かわいいね、アンナ。みんな大人でおしゃれで、一人一人が本気で。わー、マカロン。終わってからね。急にこれまでのことおままごとみたいに感じて。逃げなくてもいいだろう。逃げてない。俺の思いは本気じゃないのか。消え。え、どうして？さっき走っていくの見えて。どうしたの？体調悪い？なんでもないから戻れよ。あんまり楽しくないよね。楽しいとか楽しくないじゃないだろう。演技が上手い子も面白い子もめちゃくちゃいっぱいいて辛くて。でも市川が気づかせてくれた。仕事好きなんだな。すごく嬉しかったんだよ。もしこのまま現場に戻らず仕事に穴を開けたら、もし山田が普通の中学生に戻ったら。どこ？こんなに好きになってない。あ、遅かった。おい、変に思われ。あれ、スタイルよ。てか目怖。友達っていうか市川。はい。こんなイケメンが。ダメ。男子中学生だ。男子中学生っすね。好きな子いる？え、高谷子さん入られます。聞いてよ、アンナちゃん。タクシーの運転手さんめっちゃ無視すんだよ。お子さん、私ママ感ある。早く帰りたい。僕はアンナとはもう4年一緒にやっている保護者みたいなもんだけど、何でも話してくれる。君のこともね。君との交際が仕事に支障をきたすことも分かってるね。待ってください。何？ないんですけど。あれ、見る目ある方なんだけどな。尊敬してるんです。その案外素直。あ、アンナちゃん、いいところに。これバレンタインのチョコです。くるり。もう一往復しようかな。もう5往復目だろ。勘違いする悲しき男子をこれ以上増やしたくないだろ。早い者勝ちだよ。早く溶けてくれ。取った？いや。じゃああげる。いらん。あ、今日は男子なの。どうぜ。なんという癒しさ。チョコもらうだけで勘違いするだろ。ピュアなんだよ男は。市川もそうだろ。今日は将棋をしよう。その手があったか。どの手？え、どうなったらか。参りました。え、はい、今だよ。はあ、チョコ、チョコ。結局さ、チョコあげるだけで満足してちゃダメだにゃ。気持ち伝わんなきゃ意味ない。これもいつもの山田の気候の一つということで正解なのだろうか。うおで走りにくい。ありがとう。いいの？人のチョコを羨むとは。違うよ。しかし何も学校で渡さなくてもいいのにな。学校は学びの場だ。これはやかみではない。え、横乗り子はもっとゆっくり。また押しちゃったね、二人乗り。前した時交番の前通るの死ぬかと思ったな。変化を恐れるタイプだね。私そんなこと言った？確かにその通りだと思った。でも今ならわかるか。今が幸せだからかな。いや、まだ足りない。だってお腹すいた。はあ、チョコマン買ったのか。うん、一目でギリとわかるチョコ。ダメ。取らん。
どんなチョコなら本命だって思うの？難しいな。ちゃんと言われないと分かんないかもな。難しいな。ハート型なら勘違いするやついるかもな。あ、え？ついてる。ちゃんと言われないと分かんないかもな。大丈夫、頑張れ。これ教室で言ってたろ、今日は男子だって。じゃあ、なんかワン太郎のお散歩コース変えてみようかなって。いや、うん、ちょっと語る。はあ、持ってみる？大丈夫か？あ、ちゃんと握ってこんな感じ。ああ、ジーがアリをそのままにしてアリのままとか言ってたんだよ。今日山田変だな、なんか。寒くない？大丈夫。今日チョコありがとう。もう雪降らない。何の時間？市川は今日チョコもらった？はい。で、ルール。いや、山本はチョコあげた？いや、だってギリチョコあげないことにしたし、勝った方が駒を総取りあげる。甘いものが苦手と言ったのは嘘なんだ。じゃあ、甘く作りすぎちゃったから。す？もう、ありがとう。勘違いしてもいいよ。うまいうまい、普通に。あ、いや、普通とかじゃなくてすごく。じゃあもう一回して。山田は僕を、ホワイトデーのお返し何にしよう。一月後のホワイトデー、僕はいいお返しができるのか。関根がばらまいてたやつだけだろう、もらったの。ナッツがハート型だったし。萌え、イヤーポッドが欲しいな。やっぱここはエッチな下着か。何がやっぱなんだ。僕はスイーツ食べ放題でもご馳走しようかな。あ、それいいな、食べ放題。おめえ、チョコもらったんか。あ、まあ、はあ、どうせブスだろ。俺は俺のことを好きなやつが好きなんだよ。フラグは多ければ多い方がいいだろ。おお、なんか消えてる。パイセンめっちゃモテっからよ、アドバイスもらおうぜ。こいつもバレンタインにチョコもらったみたいなんで、お返し何がいいんすかね。男と女、そもそも一生分かり合えないものだからね。そうでしょうか。全く違う生き物、それでも知っていくうちに似ている部分がどっかにあったりして共感。何がいいんすかね、プレゼント。いや、やっぱパイセンの話はためになるな。俺にとっては足立の方が学びや気づきになること言ってるぞ。おーい、やめ。俺は山田。お、待て待て。さよなら。バレンタインデーまで残り7日と13時間23分。今年はどうしよう。下級生の女子にめちゃくちゃ優しくするでしょ、甘いもの大好きアピールするでしょ。手もらう作戦かーい。そうだ、男
しにばらまく用のチョコみんなで作らん。おお、楽しそう。それじゃあやっぱりみんなでチョコの試作会とシャリ組もうよ。もう一でいい？うちにしよう。裁縫、しかしお菓子作りになぜ僕なんだ。こんなところで何してんの？通り道なんて。もしかして誘われてたわけじゃない？これは死にたい。確か昨日。これは護送神。ここだよ、行くよ。ほれほれ、うちら友達なんで。友達？アンナのママめっちゃ厳しいから注意しないよ。いらっしゃい。お邪魔します。男の子。うまいのカルピー的な。そうだったのか。だから連れてきた。ばやしくん、ボタン。あら、しょうがないんだから。あら、まあ、京太郎くん、それ取って。これじゃなくてそれで。イッチはホワイトデーどうするの？どういう意味？ばやしこは気にしなくていい。好き、山田の好きなもの。いや、何考えてるんだ。イッチ、どういう設定か決めとく。萌子って呼んで。姉ちゃん呼んでみ。こういうの良くないと思うな。あ、いや、どうしたどうした。なんだよ、急に大声出して。明らかに空気が良くない。楽しい。ちょっとトイレ借りる。その前に山田ママの誤解を解け。さもないと、もし奇跡が起こって山田と付き合えたとしよう。関根と別れて山田に乗り換えたというのか。あら、帰っちゃうの？お邪魔しました。可能性なんてものは存在しない。関根さんと付き合ってるというのは嘘です。本当にすみません、申し訳ないです。それでも信じてみたくなった。ひょっとしてあなた市川君？はい。アンナがよく喋るって。この前もね、市川君のことを。ママ！では。まだいて、なんですぐ否定しなかったの？萌子の嘘。だって、だから今日こそはちゃんと正面から親御さんに会った方がいいと。可能性を信じる力、まだ僕の中に残っているとは。ダメだ、これじゃあ。なんかいる！パパだよな。表情が読めん。あれがお父さん？お料理屋さんなの、フランス料理の。待てよ、あの人この前エレベーターで。大丈夫大丈夫。実はもう嘘はつきたくない。正直に。ゲーム好き？え？これは。ごめんなさいね、距離感測るの下手なの。え？なんのもやるよ。これは。特攻フェロモンでも出てるの？いや、ゲーム好きらしい。タワマンでシェフって言ったらもっと。お父さんに味見してもらっていいですか？いいわよ。そうなの？これ受け取ってください。は？だから食べて。甘すぎるかな。なるほど。だから来てくれてよかった、ね、疲れた。この前以上に。山団地行くの初めてじゃないだろ。だって迷わずトイレ行ったし、エレベーターも16階すぐ押してたし。行ったことはあるんだ。今日はいろいろありがとう。いいってことよ。まだ同じ方向だが。じゃあなぜ止まった？なーに、アンナちゃん家でチョコ作り？もうあれ昔してんのか。おい、どうした？今日どうだったかなって思って。見た目はすごく厳しそうで、ちゃんと向き合えば優しくて大人で。男の子いた。また来てほしい。本当？アンナちゃんらしいなって思ったかな。
市川のことなぜか山田って思ってて、山田くんにフレコ聞いてって。ねえ、また来てね。おう。それより何飲んでる？大人でるん？乾杯。ごくんないの？ベタなリアクションを。山田の気持ちも可能性も全然わからん。だって世界に何十億の女性がいると思う？いつ心変わりするか。それはない。それだけは自信ある。根拠ないけど僕は山田と付き合いたい。うわー、甘酒でなんで酔っ払ってんだよ。結局男子への義理チョコをどうしよう。やめたら